ハロー、アサギーニョです。今回はリクエストの多い大人気な企画の GU のお洋服動画です。GU で私が可愛いなと思ったアウターとかトップスとかスカートから全部全部みんなに紹介していくっていう動画です。まあおなじみの企画ですな。それではこんな感じで2袋買ってきました。秋物冬物 GU 今回も GU みんなで GU おしゃれは GU GU の女神が微笑めば何でも OK。 さあ中身を見る。 Everybody say GU GU Say GU バキュン。はい、見ていきます。まず結構着回しができるコート2つと、あとはトップスが2つとスカート1つ。アウターからいってみましょう。テンション爆上げ。温度差がちょっとあります。ではまずこちらのアウタージャケットから見ていきましょう。まず1つ目はベイマックスダウンです。このピンクがすごくくすみピンクで、桜餅ぐらいの色味くすんでるわけ。ちょっとグレーっぽい感じで、大人な感じのピンクやから大人のアダルトな方でもいける。あとこのダウンの何が良かったかっていうと、ちょっとさピカピカテカテカしてるやんか、わかる？すごい光沢感光沢感がすごいあるから、ちょっとリッチな感じのダウンかなっていう風に見せられるやつ。こちらのお値段は3990円で、お名前は中綿コクンブルゾン。あのな、こういうなダウンの感じってさ、スポーティーやんか。だから内系はさ着にくいかなと思う人おると思うんやけど、うちもそう思う。でも合わせ方によってはいけるんじゃないかと思います。ほら、お顔もなんだかワントーン上がったような感じになります。すごくね、あったかいよこれね。この分厚さが結構あるから、ここに空気が入ってるから、だいぶ冬、極寒の冬でも暖かく着れるやつやと思うね。色良くない？結構良くない？良くない？普通のね黒とか白とかよくあるけど、この色ちょっとオシャンティーな感じで、ダウンだけどなんだかシャレてる。バキュン。じゃあ次、では2つ目、こちらは飛び出せじゃ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 ーん。まずご覧いただきたいのがこちらでございます。むむ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 、これはチェック。そしてむむ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 む、ボタン茶色のむむ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 、大きめのポケット、バキュン、じゃじゃーん。これはコートです。このような今年チェックが流行っているようなのでございますが、これもチェックです。こんな感じのロングコート。ほんでこれ色味がなんか茶色とちょっとブルーっぽい感じのと、いろんな茶色の色が混ざっている。このコートもちょっと着てみよう。後でな、いろんなな買った服で合わせてな、トータルコーディネート組むから、ちょっと待って。寒い。やっぱりこれすごいあったかかったんやわ。しかもまだうちのぬくもりがここに、保温効果あり。これを着てみます。こんな感じで、うちのおじいちゃんもこういう服を持ってる。こういう感じのコートになります。着回ししやすいんじゃないかな。これどう？これの中になんか同じような似たチェックとかやったら合わせにくい、難しいかもしれないんやけど、それ以外なら結構茶系とか黒系、白、濃いものから薄いものまで結構何でも合わせれそう。そしてお値段ですが、むむ、ウールブレンドチェックステンカラーコート、お値段なんとじゃーん、5990、5990円。まあ GU で言うたらそんなもんやな。バキュン。まあ安いやろうけど、 GU めちゃめちゃ安いから、めちゃ安っていう感じではないけど、もうこれめっちゃそう思ったら超安ない？3990やで、めっちゃいいやんな。これほんまにおすすめや。これもいいやけどな。生地はこれはね、これはね、小籠包の皮。バキュン。それでは次のアイテムです。じゃん、こちらです。あー、すごい触り心地最高。むむ毛玉、めっちゃ安い。次はこちらです。じゃーん、セーターです。可愛いんじゃない？これ柄もすごく可愛い。こちらの柄についてご説明いたしましょう。こちらの柄ですが、
お前が助けてくれたんだね。すごい触り心地もいいし、ちょっと毛玉だけ心配。毛玉チェック入ります。クリアしました。大丈夫。これ着てみましょうぞ。お値段は本当安くて申し訳ない。お値段はなんと2490円。本当に安いので、毛玉ダマダマになったとしても、来年新しいの買いましょう。2490円やで。アデラシちゃん。これじゃあ、着てみます。実は、これとこれはセットで着ようと思って買ったの。だからちょっとデニムだけ持ってくれ。いらっしゃいませ。いろいろ持ってきた、これに合うやつ。王道に、まずはデニムパンツに合わせてみたいと思います。結構。良いのではないのでしょうか。結構いいと思います。良くない？可愛いんじゃない？着心地もいいよ。なんかチクチクしないし。下も履きます。もういくつ寝るとお正月つる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 。こんな感じです。全身見せたいけど見えない。こういう感じで、あ、ちょっとチクチクするかもしらん。中ヒートテック着た方がいいかも。チクチクチェック、さっきは OK やったけどちょっとチクチクする。いいと思いました。で、この服にさっきのアウターを合わせてみようと思います。いいじゃん。どうよ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 。私でも M サイズ買ったけどぴったりや。こんな風にね。で、丈感はこんな感じやね。うち的に丈もっと長くてもよかったけど、私ロングコート好きやから。でもまあいいじゃんいいじゃん、とってもいいじゃん。これにさ帽子なんかもかぶっていいじゃん。帽子なんか合わせてみてもいかが。ほらおすすめ。あとはデニムもいいけど、これもほら前紹介した GU のスカート、こういうのもいいじゃん。これ丈がさ結構さ合うからさいいじゃんね。いらっしゃいませ。あとはこんなレザーのスカートもいいと思うよ。こういう感じ。これとかほんまさ、うん、おい、ここ丈ぴったりやからいいよね。スカートが変にここら辺とかやったらな、ちょっとなんかなバランス的にあれかなって難しいねんけど、これぴったり。これほらこの前のザラのこの白パンツいいじゃんね。これもいいじゃん。バキュン。ただやっぱりこういう優しさのニットだったりとかするものはちょっとこういうねスポーティーなやつにはもしかしたら合わせづらい可能性もある。ここで注意ポイントです。なんだか合わない、そんなことがあると思います。みんなもそれは中はこういう系統的なところかも。こっちは優しさセーターだけど、こっちはちょっとクールなジャンル、なんかジャンル違いのものやと、こうちょっとなんかちぐはぐ感が出てきちゃって難しいとこもあると思う。優しさセーターにはおじいちゃんのような優しさほんわかコート、これに合わせるとぴったりです。バキュン。では次にご紹介するのはこちらです。こちらこちらこちら。じゃん。むむむむむ、細長い線たくさん入ってる。これは3つプリーツのスカートです。こういう感じ。これはさっきのこれとこれがすごい相性合うかなって思って買ってみた。これちょっと着てみようかな。スカート履いてみました。こんな感じです。プリーツがすごく立体的で大人な感じのスカートになってます。これシワになりにくいかもしれん。このダウンがさ結構ちょっとスポーティーな感じの素材やから、中は女性らしいものを合わせたら逆にいい感じになるんじゃないかなって。こういう感じどう？結構さ女の子らしいさふわふわガールだったりとかキュートな感じの女の子でもこのダウンをピンク色やし、こういう襟元とか可愛いやつと合わせてあげたら全然着れるくない？でさこのさプリーツめっちゃさ薄いねんやんか。極薄ペラペランチョとでも言いましょうか。本当に薄いんやんか。だから私は中にこのようなちょっとお恥ずかしいですが極端のレギンスを履いている。これがあるのとないのとでは人生が大きく変わってきます。冬場は毎回スカートの中に潜ませてるこの極端レギンス、だから全然履けるなって。冬場でもこのスカートやばやば安かったんやで。お値段なんとじゃん1990円。めっちゃ安いからな。他にも色あるし、これはいいんじゃないかと思います。バキュン。最後に一つお気に入りの商品を買いました。見てください。こちらです。だだ。
じゃーん、こういうワンピースです。じゃん、このワンピース首元がすごく可愛いのと、ゆるっと着れるから楽ちんなのと、 GU のお店の一押しって感じのとこ屋にあったから買ってみました。ちょっと着てみようかな。あ、ワンピースはですね、2990円です。サイズは M サイズでございます。では試着してみます。おー、わー、こんな感じ。まあいいんじゃないでしょうか。てかこれうち思っとって、さっきのプリーツのスカートと合わせたら可愛いんじゃないかって。ほら、どう、魚みたいじゃない、魚の尻尾。これ長ーって感じやんか。なんかのっぺーんってしてるからさ、この丈のダウンとかいいと思う。ほら、ここでちょっと切り替えてあげるっていう感じ。このワンピース1枚だけやったらなんかシンプルすぎて、なんかのっぺーんって見えちゃう可能性もあるからさ、余白多いですみたいな感じに。だからベルトしたりとか、アクセつけたりとか、ストール巻いたりとか、そういうのでインパクトを他のとこにつけたらいいと思います。あ、あれがいいや。こういうワンピをちょっと個性的に見せるとしたら、こんな風に色味をつけて遊んであげましょう。帽子で遊ぶ、ベルトで遊ぶ、アクセで遊ぶ、私と遊ぼう。キュン GU、 今年も GU、 冬服 GU、 おしゃれは自由、おしゃれは自由に GU。 今回は GU のコーディネート、私が気に入ったやつを買いました。実際めっちゃ今回めっちゃ可愛いのいっぱいあったっていう感じではなくって、ちょっと厳選して買ってきたから量はそんなに多くなかったんやけど、みんな気に入ったものがあったら走って買いに行ってね。それでは次の動画も見てね。バキン。